体何が狙いなのだ。風の巫女の身柄引き渡してもらおうか。なおも抵抗するというのなら国ごとそのそっくりもらい受けることになるが、良いのかな。待て、俺が相手だ。貴様確かカルディスラー王国軍兵士長オーエン、エタルニア空挺騎士団団長騎士アルジェント・ハインゲル。貴様はこの国随一の武勇と聞く。俺を失望させるなよ。そんな全滅。ねえ、しっかり。広告の空挺団の団長一人にみんなやられた。強すぎる。ねえ返事してくれよ。ねえってば。団長、騎士アルジェント・ハインケルだ。直々に出てきたっていうの。ディズ、オーウェンさん。やられちまったよ。情けない。急いで治療を。無駄さ。俺のことなんかより王が、王様が奴らに連れて行かれちまった。あのハインケルという男、俺の攻撃が全く通用しなかった。ティズ、こんなことお前に頼むのはお門違いだと分かっちゃいるが、王様を、この国を救ってくれないか。もう頼めるのはお前しかいないんだ。必ず王様は助けます、この国も。ありがとう。だが王様を守って立派に戦ったんだろう。だったらあいつも本望だっただろうよ。最後を見取ってくれてありがとうな。お前さんたちは気にせず泊まっていってくれ。私はちょっと外に出てくるよ。この国の人たちは関係ないのに、それを巻き込むなんて卑劣だよ。みんな今すぐロンタウン離宮に乗り込もう。私案内する。なんで黙ってるの。あのハインケルって団長許せないでしょ。ですがあなたも広告の敵の人間でした。この状況では一緒に戦うことなんてできません。そんな、一体どうしたら。無理です。私の心があなたのことも怖いと思ってしまうんです。だから
ごめんなさい。敵の本拠地ロンタンの離宮には私とティズの二人だけで行きます。むぐぐー、あーもうこの分からずや。おや、どこへ。星を見に行くなら付き合おう。ほっといて。いやあ、ちょっと私の話に付き合ってくれるかい？え？うん、もちろん。王炎のやつはね、小さい頃はそれはそれはもう体が弱かったんだ。でもこの国を愛しているから、そう言って一生懸命体を鍛えて兵士に志願してね、兵士になってからも腕を磨き続けて手柄もたくさん立てたんだよ。それが認められて数年で兵士長にまでなった。まったく大した息子だよ。私の自慢だ。でもな、やっぱり生きていて欲しかったよ。親より先に死ぬ子がどこにいる。そう思わないかい？うん。兵士にならずにうちの宿屋を継いでくれていれば、こんなことにはならなかったのかな。白だと教えられてたことが黒か。私はアニエス、一つ聞きたいんだが、俺のことも信用できないのだろうか。美しい女性から信頼されないというのは、男にとってはとても辛い事実なんだが。私たちがイデアとここでお別れするなら、あなたが私たちについてくる意味もないはずです。でもね、二人だけで大丈夫かしら。敵はすごく強いって話よ。エアリー怖いわ。やるしかないよ。行こう、アニエス。待った、私も行く。先ほど言ったはずです、ここでお別れだと。それでも一緒に行くったら行くの。黒だった連中をぶっ飛ばしにね。ちなみにロンターの離宮はすっごく警備が厳重で、忍び込むのとか絶対無理だから。でも私と一緒ならカオパスで中に入れる。私のこと利用していい。だからエアリーは賛成。みんなの力を借りましょうよ。その方がいいわ。よくありません。信用するしない以前に、これ以上誰も巻き込みたくないのです。だってこれは私のせいなのだから。アニエス、何も案ずることはないさ。この俺が保証しよう。ティズ、アニエス、イデア、君たちはこの先三人で長い長い旅をするんだ。この手帳にそう書いてあるのさ。これは予言だ。必ず的中する。リングオベルは？ん？俺か。どうだろう、ここには書いていない。ということは仲間外れか。それは悲しいことだ。何それ、リングオベルって変な人だね。アニエス、僕も二人の同行に賛成したい。きっと君の力になってくれる。ティズがそう言うのなら。決まりだね。じゃあ急ごう。
で砦の扉は開いたよ。これでロンターの利休へ行ける。いい？到着しても正面から戦おうとか思っちゃダメだからね。私がみんなを捕まえたってことにするの。そしたら中に入れてもらえるはず。入っちゃえばこっちのものだよ。王様がどこに囚われていても私にはわかる。不満かな？いいえ、協力には感謝しています。不安はありますが。王様を助けたら飛空艇に乗ってお空から脱出しようよ。きっと気持ちよさそう。イディア殿、今までどちらに？オミノス様と連絡が取れないのですが。そちらの女は、まさか風の巫女ではありませんか？そう、私が捕まえてきたんだ。ハインケルに報告したいから門を開けてくれる？しかしオミノス様は。あいつはこの残虐非道な巫女の手にかかって、でもその犠牲のおかげで捕まえられたの。あ、そうでしたか。よくぞご無事で。ですがさすがは元帥閣下のご息女、お手柄ですな。今開けますのでお待ちを。そんな怖い顔で睨まないでよ。あ、計画通りだね。急いで王様を探そう。おい、あそこにいるのは裏切り者のイデアではないか。捕らえろ。もう報告来てるの？話が違うじゃないか。どうするんだよ。むぐぐけ、蹴散らすよ。
なんとか勝つことはできたが、潜入したことが知られてしまったようだな。まあでも中には入れたんだから、結果オーライってことで。まんまと中におびき寄せられたとも言えます。私たちには逃げ道がなくなりましたから。罠なんかじゃない、名誉と誇りにかけて誓うよ。私さ、そんな卑怯な真似は大嫌いだしね。行きましょう。うん。おお、ヒジ。おお、風の巫女自ら出頭するとはな。感心感心。イデア、貴様はそこで何をしている？あなたたち空挺騎士団のやり方にはもうついていけないの。そのような勝手が許されると思っているのか？懲罰などでは済まさんぞ。そんなことより王様を解放しろ。巫女をまずこちらへ。話はそれからだ。他の者は動くなよ。それはならぬ。痛々な少女を犠牲にしてまで助かろうと思うほど老いぼれてはおらぬ。黙れ王よ。これ以上騒ぐなら貴様もあの兵士長と同じ末路をたどることになるぞ。騎士ハインケル、あなたは騎士道精神にあふれた、誰からも尊敬される武人だったはず。それがなぜエタルニア空挺騎士団にしてもそう、ここに配属されて私びっくりしたんだから。騎士道精神なんかこれっぽっちもない、単なるならず者の集団じゃない。し、ジョイン、4人を捕らえろ。男2人は殺しても構わん。大した武勇だ。だが貴様らがそこまで抵抗する以上、王を渡すわけにはいかん。それがあなたの騎士道だっていうの？私のお父様も騎士だから知ってるよ。正々堂々こそが騎士道における信条のはず。要するに人質を解放してここで勝負しよう。逃げるな卑怯者。そのお父上を裏切っておきながらよく言う。あいつ飛空艇に逃げ込むつもりだ。おかしいな、なぜ逃げる？あいつの目的は王ではなく風の巫女であるアニエスのはずだ。罠ってこと？でも追いかけなきゃダメよ、飛空艇が逃げてっちゃう。どうする？
私はオッケーだよ。これも付き合おう。アニエス、行こう。ええ。追ってきたか。大した行動力だな。だが実に愚かだ。逃げ場のない飛行艇に乗り込んでくるとは。自分から牢屋に入ったのと同じことだぞ。こちらとしては作戦通りだがな。まんまと策にかかってくれたことに感謝しよう。優雅な船の旅を楽しむがいい。その余裕があればだがな。追い詰められたのはそっちだ。もう卑怯な手は通用しないぞ。騎士道を捨てた騎士はただのチンピラ。あなたにナイトを名乗る資格はないよ。小娘が、あまり大人を愚弄するなよ。このまま本国まで連行していくつもりだったが、気が変わった。巫女以外我が剣で切り捨ててくれる。イデア、貴様も含めてだ。エシャロット号。
間違いないか。え、そうだけど、どうしてわかったの？その手帳に書いてあったの？そういうことだ。試しに俺が操縦してみよう。でも、リングアベルは記憶がないんじゃ。なるほど、これはこうか、そしてこう。ねえ、ちょっと、なんかちゃんと操縦できてるみたい。いけそうだ。なぜかは俺もわからんがな。しっかり捕まっていろよ。そなたたちはこの国の恩人だ。本当に感謝してもしきれぬ。特にティズよ、故郷のノルウェンデ村があのような悲劇に見舞われたにもかかわらず、よくぞ国のために尽力してくれた。応援兵士長もきっと天国で喜んでおろう。できればティズには応援兵士長の志を継いでこの国を守り続けてほしいのだが。申し訳ありません、王様。僕はアニエスと一緒に行くって約束したんです。そうか、行ってしまうか。残念だが仕方ないの。報告軍の飛空艇は好きに使うがよい。どうせこの国には操縦できる者はおらんからな。あの大罠のことはそなたらに任せる。必ずや消し去ってくれ。期待しておるぞ。どうやら俺も一緒に行く理由ができたようだな。レディーたち、君たちが望むなら俺がこの船で地の果てまででも一瞬で連れて行ってあげよう。本当に大丈夫？さっきのはやっぱり偶然でしたとか言わないでね。安心しろ、俺はいつだって女性へのエスコートは完璧にこなすのさ。アニエス、教えてほしい。君はどうして追われていた？あの空挺団はエタルニア公国の正式な軍隊。公国はアンチクリスタリズムを提唱しています。アンチクリスタリズム？クリスタルに依存しない社会の構築を旗印に掲げる新しい思想のこと。クリスタルを崇めるクリスタル正教は邪教、巫女はその手先。私も国ではそう教わった。大穴がいた時さ、広告軍と全ての支部に巫女の捕獲命令が出たんだ。あの大穴が開いた原因は巫女とクリスタルにあるかもしれないからって。そんな、アニエスは大穴を塞ぐことにこんなにも頑張ってるっていうのに。うん、そうだよね。本当にごめん。あなたが謝る必要はありません。今の話、何やら広告の方が怪しく思える。大穴が開いた本当の理由を掴んでいるのかもな。今後も広告の手の者が邪魔をしてくるでしょう。皆さん、降りるなら今のうちですが。僕は君と一緒に行く。さっき王様の前でそう言ったでしょ。私もついていくよ。この目で確かめたいんだ。自分がいた場所は白なのか黒なのかね。レディーたちのエスコートは俺の仕事だ。誰にも譲るつもりはない。仕方ありませんね。アニエス、よかったね。やっと風のクリスタルのところに戻れるわ。ねえ、砂と大時計の国ラクリーカへ。風の神殿はそこにあります。砂と大時計の国ラクリーカ、どんな国？この国から南東に海を越えていった大きな砂漠に覆われた国です。